Shall we start this time? I'm Rosa, playing RO。 今回のご気楽的動画はアイテムリンク機能の紹介動画になります。アイテムリンク機能ってなんやっていうね、そういう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、少し前になりますけれども、2019年の6月18日のパッチ内容において載せられていた機能なんですね。もしかして大勢の方が知っていることがあるかもしれませんけれども、今一度紹介したいと思います。例えば狩りとかでカード出ましたよっていうね、そうした時に、まあ簡単にしようと思えばね、このように落とせばどういったカードが出たかっていうのはすぐに確認することはできるんですけれども、それだとまあアイテム名とかね、カード名っていうのはすぐにわかるんですけれども、そこに載せられているアイテム情報まではね、すぐに見ることができないんですね。そこで紹介しているアイテムリンク機能を使うと、アイテムに載せられているね、情報を他の人々、周りにいる人々が観覧可能な、そうした環境を作るのがアイテムリンク機能です。これを使うにはステップがありまして、まず一つ、チャットができるようにね、チャットウィンドウを開いておく必要があります。そして表示したいアイテムにカーソルを合わせてから、キーボードのシフトを押して、そしてマウスのね、左クリックを行うと、チャット欄に薄い字でアイテムが表示されますので、それをチャットとしてね、エンターすると、チャットウィンドウにそのアイテムが表示されます。そして見たい人々はそのチャットウィンドウからそのアイテムをクリックすると、情報が出てくるということですね。これを読んでいただくと、もう落とさなくてもね、アイテム名もそしてアイテムの情報もね、見ることができるという非常に優れた便利機能ですので、ぜひぜひ皆さん使っていってください。もう一度おさらいしますと、まずチャットウィンドウを開いて、キーボードのシフトキーを押しながら、マウスのフィアリークリック、これでチャット欄にね、表示されますので、エンターで発言しましょう。まあ生産の時にね、出たレアとか、またカードを表示するだけではなくて、最近ではね、まあ、ラグ感とか、あとはポス玉とかね、そういうのでかなりレアを引いたっていう時にね、ぜひぜひ周りの知り合い、ひるめさん等にね、このアイテムリンク機能を使って表示して、少しね、自慢することもできるかもしれません。それでは今回のご気楽的動画はアイテムリンク機能の紹介でした。次のご気楽的動画までごきげんよう。